この葉の間とかにもこうキュキュキュッとね、いくような、ね、白菜ってほとんど水分なんで、はいはい、塩を振るとその水分が出てくる。うんめー。白菜を美味しく食べようよ。どうも、アザラシ旬でしょ。アザラシ旬でございます。これからあのサブスクリプションサービスにて配信がされると。されへんねん、うん、8秒シングル短白菜の真実あ、なんかええなタイトルタイトルはなんかよかった。やだろ。今日はですね、この白菜をですね使って美味しいオーブン焼きを作っていきたいと思います。で、まあね、やっぱ白菜とか大根とか、まあ冬のお野菜じゃないですか。はいはい、うん、まあやっぱ余って大変ですと。まあ鍋以外ちょっと分からんじゃん。そうそうそう、ね、ちょっとさ、なんかあら大きい方のがお安いじゃないなんて言ってスーパー行って大きいの買うわけじゃないですか。はいはい、で こ, うもうこんなになってさ、もうでかいのしょってこうやってもうでかい、いつの時代の話してんねんまあ白菜余ってしまうと、うん、そんな時にもうこれやってくださいと。で白菜も、まあ、生で食べる方もね、まあ、ナムルとか漬物とかもありますし、で逆になんかステーキで焼いて、まあ、それに近いんですけど、はいはい、やっぱステーキとかってさ火口使うじゃん。うん、でそこでフライパンでこう1個埋まっちゃうわけじゃない、火口が、はいはいはい、僕はちょっとオーブン使って、まあ、簡単に仕上げられればと思います。マジでこうもう多分尺もう今多分3分の1ぐらいは多分使ってると思いますよこれ。あ、もうほぼ工程がほぼ工程がもうこれでもう終わってます。これまで込みなんで白菜の真実も歌ってもらって。いや歌えるか、誰も歌えんの今日は白菜のとっておいしく食べられる白菜のオーブン焼きやるため、これが白菜の本当の食べ方、白菜の真実をお教えします。じゃあやっていきますよ。クッキングシートに敷いてもらって、はい、この上に白菜をのせます。え、それもう丸ごと丸ごと半分カット、それ4分の1ですね。4分の1、もう材料紹介とかないです、もうそれない。まあ外側のこういう部分だけちょっと、まあ、これも一回のせても、これ一番外側だけ外したんですけど、まあいいや、ちょっと外側1枚にも外してもらって、もうマルマルでこのまんま、ね、なるほど。こういきしたらここにオリーブオイルをぶわっとかけます。これたっぷりね、ここで、この葉の間とかにもこうキュッキュッとね、いくようにね、全体にこうじわじわじわっとこうね、こういう感じで、なるほど、行き渡らせるように、ふーっとふーっとね、はい、もう振りますと、はい、したら塩、これを振ります。これも結構強めに塩、これも間とかにも、そう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 、これまあ外側にブワーってまずやって、でオイルがかかってるところには塩が多分付着するんで、はいはいはい、そう、弾いちゃう部分とかはありますけど、こうやってちょっと向けて、こういうところにお塩をこうわーっと断面にも入れてって、あの部分とかにも入れて、これなんでこんな入れるのって言うけど、やっぱ白菜ってほとんど水分なんで、はいはいはい、塩を振るとその水分が出てくるんですよ。なるほど。そうで、それでまた味が薄まっちゃうんで、ここ結構強めにしっかり水分抜くことで、そう、味が抜いて、そこの水分抜けて焼けるで旨味だけが残るみたいなものが美味しいんで。なるほど。これで振りましたと。オリーブオイルと塩振りました。振りました。これを、これ熱がなし、200度のオーブン、はい、オーブンで200度40分、40分40分入れておしまい。で、これでもう40分放置で終わり。放置で、あと最後仕上げに、ドレッシングとパルメザン、まあ粉チーズかけて、あ、いいね、おしまい。めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単で、これでもう一品できてますからね、ほぼ。そうやな、待ってる間に違うのやればいい。これだからステーキとか焼いちゃうと、もう時間持って帰っちゃうの、ここに3つ切って、火口も埋まっちゃうし、うん、一口コロの人はもっと大変なわけじゃん。それだけ使ってもらえばなかったら、トースタートースター入んないと思うけど、まあそういう熱源のもので入れといて、まあちょっとほっといて、少し焼き目がすごいガッつくぐらいの感じでやればいいんで、はいはいはい、まあとりあえず巻きましょう。来たぜ、いくよ、うほう、リリ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 リ
いいじゃないですか。このちょっとね、焼けてるとこがうまいんですよ。あ、この焦げたというか、ちょっと色がついてるね。ドガッと。おー、すげえ、でかっ。ここに、この市販の普通のシーザードレッシング、シーザードレッシング普通のね、これを結構しっかりめで大丈夫ですよ。これなんでっていうと、これ水分がやっぱ出てるんで、食べるときにかなり水が出るんですよ。なるほど。だからシーザーやってチーズをね、おお、しっかりめ、はい、で、で、オリーブオイル、ぐーっと一気に仕上げにバックペッパー、シーザーとかこういうのね、これは相性ね、あ、待ってやがった、はい、OK です、できました。はい、これはアドガシュンテンの白菜のオーブン焼き、簡単でしょ、めっちゃいいじゃんこれ、うん、ね、子供も食うよ。あ、そっか、子供も食べれる。うん、野菜食べないっつって言っても、これ食うなよっつって。白菜のね、水分の抜けてちょっと甘みある部分と、この焼けてて香ばしさとシーザーのドレッシングが絶妙に合うのよ。じゃあちょっと焼けてる部分入るよ。弱い、よし、うん、うまっ。うまいでしょ、めっちゃうまい、これ永遠に食えるな、永遠に食える食える食える。フライパンとかで焼いてもできるし、逆にだからフライパンで焼いちゃうと火口が埋まっちゃうって話したいじゃない、はいはいはい、でもまあオーブンがない人もいると思うんで、はいはい、これは逆にだからもう置いてフライパンの上でずーっと焼いとけば水分どんどん出てって、こう焼き目ついて火が入ってくんで、そしたらもうそれにバーってかけて、オーブンがない場合は別にフライパンでもいい。そう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 。というわけで、私が今日お送りしたのは白菜の真実。信じるか信じないかはあなた次第です。どういうことやね。ごちそうさん。